親が病院に来てくれません。精神科医カバサーシオのカバチャンネル、今日はスペインビルバオの街の中から、結構ね人で賑わっている中心部のあたりを散策しながらですね、伝えしたいと思います。今日は質問いただきました。 M さん43歳女性、カバサー先生は家族の理解が得られないなら医師に説明してもらえばいいとおっしゃいましたが、別に住む母親に私から誘っても返事が流され、医者が電話したなら一切出ないというありさまです。今日は諦めた方がいいでしょうか。家族がですね、自分の病状を理解してくれないということに悩まれている患者さんは結構いると思います。こういう病気で通ってるんですよというふうに言ってもですね、あんま興味を示してくれなかったり、ひどい場合は信じてくれないとかですね、あるいはそっけない態度を取ったりとか、いろいろなことっていうのが起こってくるんですけども、家族が病気を理解してくれないと家での生活というものが非常にやりづらくなりますから、なかなか病気の療養、長期的なものを見ていくときにね、家族に正しく病気を理解してもらうってことはとても大切になります。例えば自分の親っていうのもそうでありますし、自分の配偶者ですね、自分の旦那さんや奥さんに病気を理解してもらわないと、いろいろと支えてもらえない、あるいは適切に対応ができないといったことっていうのが出てくると思うのですね。家族に病院に来てくださいと言ってもですね、なかなか来ない人が多いです。だいたい1回か2回でほとんどの人は諦めるから来ないのであって、しつこく言っていくということが重要ですね。その場合ですね、ただ病院に来てくださいって言った意味がわからないので、先生が説明があるから来てくださいっていうふうに言うと来やすいですね。先生が一度お話ししたいと言ってるので、一緒に来てちょうだいっていうふうに言うと来てくれる確率っていうのはね、高まるんじゃないかなと思います。とはいえ来てくれないという人がいる場合は、もうとにかくしつこくですね、病院に行くたびにそれを言うということですね。明日病院に行く日なんだけど、先生が一度来て話をしたいと言ってるから来てちょうだいということを毎回病院に行くたびにしつこく言っていく。そうすると最初のうちは来てくれないんですけど、半年とか1年ぐらいすると来てくれたりします。一度病院に来てくれるとちゃんと病気のことを理解するから、意外と家族に対する対応がガラッと変わったりですね、非常に丁寧に、そして親切に対応してくれるように変わるってことがよくあるんですね。なので1回2回誘ったから来ないっていうのはそれは当たり前なので、5回か10回か20回くらいね、半年から1年ぐらいかけてしつこくですね、誘っていくと、どっかのタイミングでじゃあ行ってみようかしらっていうねことっていうのは起こってくるんじゃないかなと思います。まあただなんとなく病院に来てって言っても意味が分かりませんので、その目的ですね、先生がちょっと一度お話聞きたいと言っていたよとか、先生が病気のことについてちょっと家族に説明したいので一度来てくださいって言ってたよとか、そういう風に必然性っていうのかな、病院に来る必然性的なものが説明されないと行動が起こしづらいと思うので、家族が病院に来たがらない心理っていうのはですね、患者さんが病気になった責任、例えば親の場合だと特にそうなんですけど、自分の育て方が悪かったからメンタル疾患になったんじゃないかとか、やっぱりそういう心配をする、そういう懸念というか、何がしかのその病気が悪くなった時に自分の育て方や何かが悪かったんじゃないかというふうに思う親御さんが多いわけです。逆にそれを何か責められるのではないかという、そういう不安、具体的にそう思ってるかというとは分かりませんけども、その無意識レベルで何かこう精神科に行くと自分が責められるんじゃないか的な、そういう恐怖感とか防衛心的なものがおそらくあるんでしょうね。なのでなかなかちょっと家族を病院に呼んでも来ないということが起こってくるのかななんて思うわけです。ということで、ちゃんと家族が病気を理解してくれることで、家での療養っていうのがやりやすくなる部分があるし、いろんな部分において支えてくれたらいいですね。それということが起こってきますから、ぜひですね、そういう主治医の先生から病気について説明してくれそうだというような場合においては、1回2回言って諦めたりせずですね、何回も病院に来てちょうだいってことを言って、しつこくですねお願いしていくということでやっていくと、まあ半年か1年ぐらいするとですね、特効で現れるということは私の過去の経験でもよくありますので、諦めないで粘り強く関わってみてください。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。